皆さんこんにちは、新平です。今回はポーカーストラテジー .com ドイツ人プロによって開発された2024年最新のポーカービギナーズガイドポストフロップ編について解説をしていきます、えー。こちらですね、前回のプリフロップ編というのがあるんですが、えー、こちらですね、こちらの動画の続きとなっておりますので、まだ、えー、プリフロップ編をご覧になっていない方は、こちらの、まあ、下の 概要欄もしくはこちらのビギナーズガイドにですね、えー、プリフロップ編ここのリンクをクリックすると見れるようになっておりますのでまずはそちらを見ていただいてから是非勉強していただければなと思いますまずこの動画で学べることはこのガイドのアプローチについて自分のハンドがどのカテゴリーに属するのかを判断することポジションの有無を判断すること プリフロップアグレッサーとしてのプレイプリフロップコーラーとしてのプレイリレイザーとしてのプレイスリー、まあ、3ベッターと呼ばれる場合のプレイの仕方スリーベッドのコーラーとしてのプレイフォー4ベットをした後のプレイで最後には実際のゲームからポストフロップの例を一緒に学んでい,くといこうと思っております まずこのガイドのアプローチについてなんですがこのガイドは分かりやすいシンプルさを保ちつつ NL2 と NL5 をクラッシュするためのツールを提供していますで私たちのこのテンプレートとルールは一般的なシナリオとよくある状況をカバーしていますなのでまあ大体いい出てくる状況はカバーしていますが全部の状況には対応はさすがにできないとあんまりそうしちゃうとねあの 難しくなってしまうので、ある程度一般的なシナリオをカバーしていますと。ポストフロップは、まあ、非常に複雑で、まあ、レアな状況は、まあ、カバーしていないかもしれません。ですが、えー、初心者ガイドの掲示板に投稿することで質問をすることが可能ですと。なので、まあ、ご自身あのプレイをしていただいてですね、まあ、ちょっとこう悩んでしまったとか、このガイドの ルール外のシチュエーションが出てきたときに、まあ、こういう状況どうしたらいいですかというのは、初心者ガイドの掲示板、先ほどね、あのお見せしたここにあの投稿していただければ、まあ、僕か、誰か、他の方がですねあの、アドバイスをしてくれると思いますので、ぜひそちらも活用していただければなと思います。 で、と、ドイツ人プロのね、パクシスとポーカーストラティジー .com は、このポストフロップガイドを、まあ、完全な初心者のプレイヤーでさえ簡単に実行できるように設計しました。なので、前回のプリフロップの動画でも言ったように、まあ、昨日とか先週、ポーカーに出会って、ハンドの役とか、まあ、ちょっと基本的なルールを覚えました。さあ、ポーカーをプレイするぞってなった時にも、そういったプレイヤーの方でも、実際に プリフロップからポストフロップ全部の、まあ、大体のシチュエーションでプレイをできるように、まあ、簡単に、えー、プレイできるそういったシンプルさを保つように設計をしましたと、えー、そして NL2 と NL5 のノーリミットホールデム6マックスキャッシュゲームでの、えー、プレイヤータイプ共通する弱点をつくように設計をされていますとなので、まあ、皆さんねあ今学んでいる方いろいろレベルがあると思いますねポーカーも初めて1年以上経つ方とか本当に今日 ポーカーに出会った方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけど、あの、NL2 と NL5、マイクロステークスというのは、やっぱりそう、一番低いレートなので、あの、そのレート特有の弱点というか、リークと呼ばれるものがあります。なので、そういうところを、まあ、アタックしていくというふう,ふうに、あの、戦略として設計をしています。 で私たちのプリフロップレンジとともに使用することで効果を最大限に発揮できますなのでもし前回の動画をご覧になっていない方はぜひそちらをご覧いただいてプリフロップのレンジダウンロードしていただいてそちらと一緒にこのポストフロップのルールを使うことで利益が最大限に、えー、出ることが可能だと思いますまず一番初め自分のハンドがどのカテゴリーに属しているのかを判断することです ハンドがどのカテゴリーに属するかを判断することはポストフロップにおいて、まあ、常に最初のステップとなります。で、フロップ、ターン、リバーとストリートごとに分けて考えます。あ例えば、フロップで、まあ、何もあも価値のないハンドだったとしてもターンで、まあ、ナッツと呼ばれるね、一番強いハンドにいきなりなってしまったりとか、あのそういったこともありますので、あの常にそのストリート、ね、フロップ、ターン、リバー分けて考えていく。 で次のストリートに進むことで状況が変化することがあるからです。今言ったようにね。で、自分が持つ2枚のカードをまず見て、その後ボードを見て、自分のハンドのカテゴリー、じゃあ自分のハンドの強さですよね。どこら辺にあるんだろうっていうのを、まずは見極めていく。これが一番最初のステップとなります。まず、えー、カテゴリー、メイドハンドというカテゴリーがあります。これは強い、もしくは非常に強いハンドを指します。 初心者ガイドのシンプルさを保つために強いドローもメイドハンドカテゴリーに含まれています。そのためほとんどのフロップとターンでトップペアと同じようにプレイをしていきますよと。えー、まずこちらメイドハンドをですね、えー、まずモンスターと呼ばれるもの。 一番上です。もう強い、強いハンド。もうめちゃめちゃ強いハンドは、3 of a kind。トリップスとかセットとか呼ばれるもの。あの日本語だとよく言われる3ーカードっていうふうにねあの、呼ぶ人も多いと思うんですが、本来の呼び方は3 of a kind。もしくはストレート。あとは2ペア以上の全てのハンド。2ペアよりも強いハンドっていうのはもう全てモンスターとして、えー、扱われます。 ただ、まあ後で出てくるんですが、あのペアボードと呼ばれるものですね。例えば、552とか、えー、887とかあの、もうそのボードに同じカードが2つあるペアボードでは、まあ、トリップ以上のハンドをモンスターハンドとして分類をしますと。なので例えば、えー、887で7を持っていますと。で、そうしたら、8877の2ペアを一応持っていることにはなるんですが、そういうふうには換算せずに、まあ、トリップス以上の場合のみ、えー モンスターそれ以下はメイドハンドとして分類をしていきますと続いてトップペアですが、まあ、仮にあなたがエースキングオフスーツを持っていてフロップがキングシックス・デュースのツートーンだった場合、ね、こちらキングが当たってますのでトップペアというふうになります続いてオーバーペア例えばポケットキングを持っていてフロップがテン・シックス・デュースのツートーンだった場合はそのボードよりもさらに出ているカードよりもさらに上のハンドね ペアを持っているこれはオーバーペアというふうに呼ばれるものです、えー。強いドロー。オープンエンドストレートドロー。まあ OESD ってね、あの英語だとこう、略して呼ばれたりとか、えー、するもの。例えば、7、8のオフスートを持っていて、フロップが A5、6のレインボーだった場合は、まあ5、6、7、8とね、自分持っていて、えー、9か4が出ればね、ターンかリバーでストレートになりますので、それはオープンエンドストレートドローと呼ばれるものです。 続いてフラッシュドロー FD って、ね、呼ばれるものは例えばエース・デュースのハート・ハートを持っていてフロップが5、10、キングの2つハート2トーンですねのハートだった場合に、まあ、ターンかリバーでハートが落ちればフラッシュになりますとなのでフラッシュドローも、えー、強いドロー一応メイドハンドとして、えー、カテゴリーに見なされますとで、強い事項なんですが強いドロー、まあ、フロップとターンのみでメイドハンドと見なされて まあリバーでは価値のなないハンドととされますとこれ例えば先ほどのフ,ロのフラッシュドローですが、まあ、5、10、キングでターンが例えば3のダイヤでリバーが、えー、何にしましょうか7のクラブとか、ね、ハートが出,な出ませんでしたとリバーでじゃあリバーで、まあの場合はもう価値のないハンドもうドローじゃないのね次のストリートでがないイコールハートが出てこないのでもう価値のないハンドとしてみなされてしまいますと。 ハンドカテゴリー、ブラフ、スラッシュ、価値のないハンド。これはメイドハンド以外のすべてのハンドは価値のないハンドとしてみなされ、すべて同じようにプレイをされますと。なので、このガイド上は、ハンドカテゴリーはメイドハンドかブラフ、価値のないハンド、この2つになっております。これは例えばセカンドペアを持っている場合でも価値のないハンドとしてみなして、何もな持っていない状況と同じようにプレイをしていきますと。 このプレイの仕方は極端に見えるかもしれませんが、まあ、他のガイドのね例えばほとんどは、まあ、セカンドペアを例えばチェックコールするアウトオブポジションからチェックコールしたりとか、ね、そういった、まあ、ショーダウンバリューがあるからとかねそういった、あのー、指示を出しているんですがマイクロステークスのプレイヤーはかなりパッシブです。後でプレイ動画をね見て一緒に見ていくと「えー、みたいな感じに、あのー、パッシブだなーっていうふうに、あのー、多分分分かると思うんですがパッシブなので まあ自分がチェックフォールドするつもりでチェックしていても結局ショーダウンまでこういけちゃったりとかね、あのセカンドペアでもショーダウンまで行けちゃったりとかするのであのそんな形でブラフ価値のないハンドもまあごめんなさいセカンドペアもブラフ価値のないハンドとしてプレイをしていきますと続いてポジションの有無を判断していきますハンドカテゴリーを判断した後まず最初に行うことは私たちはインポジション IP なのか アウトオブポジションなのかを判断することですこれ非常に大事なのであのポーカーをプレイしていて自分がポジションがあるかないかというのはすぐ判断できるようになるのは、えー、必要なスキルだと思いますでフロップが配られた後に対戦相手の相手の後にアクションを行うときはインポジションでプレイをしていますフロップが配られた後に対戦相手よりも先にアクションをしなければならないときはアウトオブポジションでプレイしていますこれはあの ポーカープレイしていると自然と身につくと思うので今どういうことだってねちょっとこんがらがあった方がいてもそんなに気にしなくて大丈夫ですフロップ前にレイズをしてインポジションでプレイをしている時フロップ前にレイズをした場合私たちはいわゆるプリフロップアグレッサーでありまあシングルレイズドポットと呼ばれる状況ではプリフロップレイザー PFR というふうにも呼ばれることがありますこれはまあ俗称なので えー、まあこんな感じですよとねレイザーとかアグレッサーとかねよくあの聞くかもしれないんですが、ね、そういった状態になるのは、まあ、インポジションで自分が、えー、オープンレイズをした場合のことですまずですねえっ、ー、とここから各シチュエーションですよねポストフロップに出てくるシチュエーションえっ、ー、とね大きく分けると12345多分6シチュエーションぐらい大きく分けてですけどねあるんですけどめちゃくちゃ <laughs> えーとルールが多いです ここからは、ちょっとあのー、あんまり解説はしないでおこうかなと思います。というのも、ちょっと情報量が多すぎて、もう耐えられないと、これもう多すぎるってなってしまう可能性があるので、あの、さらーっと言って、実際にプレイ動画を見ながら、あーなるほどね、となるように、まあ、ここからは説明していこうなかなと思います。<laughs> まず、えっと、フロップ前にレイズをして、インポジションでプレイをしているとき、え一、ー、人の対戦相手ですね。えー、シングルレイズドポットの場合は、すべてのハンドで、 えー、3分の1のポットサイズのベッドを行いますと。これ、あの、レンジベッドと呼ばれることなんですけど、プリフロップレイザーが行うと、このコンティニエーションベッドっていうもの。えー、と、プリフロップレイザーがベッドしたコンティニエーションベッドの中に、まあ、全てのハンドでプレイします。これはレンジベッドと呼ばれるものの種類の一つになります。で、えー、と、相手がミニレイズをしてきた場合ですね、こちらの。 コンンティネーションベッドに対して最大の2倍のレイズをされた場合はメイドハンドでコールをして、まあ、価値のないスラッシュ多分ブラフですねブラフハンドはフォールドをしていきますとでそれよりも大きいサイズのレイズ2倍以上のレイズが返ってきた時はモンスター以外のハンド全てをフォールドしますとで続いてモンスターはレイズされた額の3倍をリレイズしてさらにレイズされた場合はオールインをしていきますと でここで注意なんですがまあオッズとかアウトとかっていう、えー、ポーカーの理論があるんですがこういった従ったプレイをもうすでにご存知だった場合はオッズが有利だった場合数学的に換算してそれが 有利ならば、えー、この数学的ルールに従って、レイズに対して強いドローをプレイし続けることができ、まあ、レイズに対してね、自動的にフォールドする必要はありませんと。このトピックと正しい適用方法についての詳細は、ガイドのリンクから、えー、ご覧ください。なので、えっと、ここですね。このポストフロップのガイド、ここの、ここに書いてあるんですよ、これ。この部分、もしアウトとオズがわかる方は、えー、っと、 従ってもいいですしもしご存じない方はここから学べますので学んでいただいて、まあ、例えばなんだ2倍以上にレイズされても例えば2.5倍とかねあれこれオッズ的に合うぞっていうふうにご存じならばもうそのまま、えー、数学的なルールに従ってぜひプレイを続けてくださいとただあのこちらあのなんで降りちゃうかというのは、まあ、マイクロステークスのプレイヤーというのはシー、まあ、ベットに対してパッシブなので えー、私たちは100%の頻度でインポジションからベッドをしますと、まあ、相手がドロー等のハンドでコールしそのままショーダウンまで行くことが多いからですあの例えばこちらが小さいなんだ、えー、ベッド額で100%の頻度で、まあ、レンジベッドというものをベッドした時っていうのはドローとかね強いドローを持っていたら本来であればチェックレイズとかをしなきゃいけないんですよただマイクロステークスのプレイヤーはほとんどチェックレイズしてこないので まあ、そのままコールして、リバーで、ドローが完成しなかったら、もうそのまま諦めちゃうと。えそういったプレイをする人が、まあ、多いので、えー、こちらは、インポジションの場合は、レンジベットをしていきますと。<laughs> ちょっと古いですか、電車男。もう、この画面に来たーって言って、ね、あれが流れてるんですよ。めっちゃ考えて、これ、これ、これ、3BB し、ああって言って、3、3、いや、3のいや、って言って、オールにしたんですよ、これ。3、ね、めっちゃ、ま、なんだ、マイクロステークスで、 30BB、まあ30 BB まあ、ショートスタックが3ベットオールインでぶっ込んできたときは、まあ、ブロードウェイですよね。エースキングとかエースクイーンとか、ね、キング・クイーン・スーテッドとかか、まあ、ポケットペアである場合があ,あると、ね。めちゃめちゃ強いハンドですよ。例えばエースとかキングスとか持ってると。